族殺しの汚名を着てまで守らなければならなかった、その思い。俺の修行見てくれる約束だったろ。ちょっと用事があってな。許せサスケ、また今度だ。父さんは兄さんのことばかりだ。俺が疎ましいか。別にいいさ。忍びってのは人に憎まれ生きていくのが道理ってもんだからな。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。最後の最後まで、その命が燃え尽きる最後の瞬間まで、イタチはお前のことを、内浅助のことを案じ、そして全てを最愛の弟のために、たった一人お前のためにかけ、それでもイタチは笑って死んでいった。これがイタチの真実、お前の兄の生き様だ。